始まりました。たった一つの真実すら胸ぐらい認め大人、頭脳は子供、そのままシチャカチャ、ハヤト。今日はですね、月の惑星、月っていうのを皆さんご存知でしょうか。月の惑星っていうのは、大体月、大きな月、いつも誰でも見てるような月の伝説的な超すごいお話をします。もともと月っていうのはアポロ11号が月に降り立って月の調査が始まり、その月っていうのは何がなんでそんなに月にみんな魅了されるのかっていうお話をします。で、その月っていうのはもともと月の中心に硬い鉱石があり、その皆さんご存知の通りダイヤがこんぐらい、本当もうこんなでっかい、この月がだいたいこの手に入るぐらい、これが大きなサイズがの真ん中に月の鉱石と言われるダイヤが埋まってるらしいです。そのダイヤを求めてその宇宙飛行士になったり、その宇宙探査機とか、あと宇宙科学連盟でいうの宇宙連邦とかが最近ではこう隠してる月の噂を私は知ってて、その月っていうのはみんな見てるだけなのに、その誰も調査に行かないっていうのは、本当そこはNASA とか JAXA が全部隠してて、その月にそのダイヤがあったら、そのね、ダイヤをそのもう月をこう崩してダイヤを持ち帰れば何百億、もう億万長者になれるっていうバラエティ番組が昔ありまして、そのね、情報を聞いてポーツマス号とか、あとアポロ11号13号とか、あとその日本の JAXA のかぐやとか、あとひまわりとか、まあ北朝鮮でいうテポドンとかノドンとか飛ばして衛星でその確認を取り、その宇宙飛行士になった人たちはもうそこを拠点に、その月と、そのちょっと話も変わるんですけど、月と地球をつなげてエレベーターで上がれるような作戦っていうか、もうそういう会議も行われてて、科学的にその調査も入ってて、それが大体調査が始まって、その大体成功しましたよっていうのが、本当もう2005、6年、7、8年に、その科学者がその天文っていう NHK 番組とかでよくたまにこう撮られてる、そのここにはこう例えばその素材があるよとか言って、その月にその注目されたっていう実験っていうか、そういう時期もありまして、そのクリスタルだったり、その鉱石、クリスタルだけじゃない、あとなんか月の石はご存知ですよね、皆さん。月の石はほら、東京オリンピック、月の石って言ったら、万里の、とにかくそのね、とにかく月の石っていうのがあって、まずは最初は月の石から始まったんですけど、その中心にダイヤがあるんで誰も知らなくて、そのなんで中心にダイヤがあるっていうのが分かったかというと、その天文学の人たちがそのなんか中に何か埋まってるとね、なんか中に埋まってて、それは絶対ダイヤだと。で、なんか落ちてくる、要はその月が削られて落ちてくるのがその不自然だということで、その月を調査してるわけだったんですよ、当時は。で、その当時その月をこう調査してる間中で、その宇宙外生命体、地球外生命体がそのね、なんかこう向こうからこうやってきたっていう話があったんですけど、それも全て神々とかじゃなくて、人間がその変形してそのね、帰れなくなって、最近ではそのもう月に
その降り立つことは当たり前のことであって、その宇宙にその宇宙にそのね宇宙船ロケットを飛ばすのもできます、簡単に。ただそのね、そのなんでそこにダイヤが埋まっているのに誰も取らないのかというと、それはもう物理的にそれを持ち帰る人もいなくて、そのどん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 なんか自分たちのその自分たちがその勉強している中で、先生たちはその月と地球はどん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 離れていっているらしいんですよ。でその月と地球がなんで離れていくかというと、その誰かがもうそのドイツ国家とかがドイツ国家とかのもうその自衛隊所属の人たち、そのドイツ国家の人たちが全部その取り締まってて、もうあの月に撃たな、そのロケットを撃たなくても、その地球さえ大事であればいいってわけで、まあ月のねお話です。でなんで月が綺麗なのさ、ムーン、月はムーンって言われ、昔はほらムーンって言ったらもうセーラームーンとかね、まあ、ありまして、でこういう風にですね、あのここにだいたい月があったんですが、ほらこの月の少女は月の少女ちょっとこう下手くそなんですけどね、まあ、こう月の少女がいて、まあ、こういう風にね、あのまだちょっと書き途中なんですが、まあ、いろいろとね、こういうね、こういうあのまあちょっと簡単なちょっと予告なんですけどね、月にはダイヤがありね、あとなんかとにかく素材を集めるためにそこに収集したっていうお話です。はい、じゃあチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ、しちゃかちゃはやと、真実はいつも一つ。